はい、皆さんこんにちは、渡辺玲奈です。今日は何の企画をやっていくかと言いますと、前回に引き続き恋と真空ゲーム実況第2弾でございます。イエイエイ。あのね、ちょっと皆さんのあのリアクション次第でね、もう一本撮ろうかななんて思ってたんですが、普通にゲームがやりたいということで、早速前回の続きからプレイしていきたいと思います。前回は初任務に行って、で戻ってきたところなんだよね。で、初任務で聖夜っていう、あの謎のなんかハンターっぽいんだけど、仲間っぽいんだけど、あのちょっとなんか内緒にしてることがあるみたいな、ここに俺がいたことは言わないでくれみたいな人と会いましたというところですね。それでは続きやっていきましょう。なんか前回は結構あの問答無用でやらされたんですけど、選べるみたいですね。あ、選べないわ、光ってるわ。光ってるとこ行きます。基地跡の清掃任務が終わり、私と桃子は他のハンターたちと一緒に霊空行動部に戻った。そういえば基地のデータを送ったけど、結論は出たのかな。データ分析隊がさらなる調査を行ってて、その結果を待つことになるみたい。今思い出すと本当に怖かったよね。あなたが無事でよかったよ。私の今日の運勢も最高かもしれないね。早くカードを引かせて。あ、なんか占いに傾倒していってない？大丈夫？人の気も知らないで。ずっと信号が途絶えたままだったから、科学的手段もオカルト的手段も全部試してみるとこだったんだよ。オカルト的手段出た。南さん、なんか私をこの配属先に選んでくださった方だ。私をこの配属先に選んでくださった方だそうです。霊空の新人さんたち、ようやく正式に会えたわね。はじめまして。全員無事でよかった。最初の実戦でのあなたたちの働きはすでに各々が装着しているハンター探査機によって記録され報告されているわ。霊空という弓は適合する矢だけを選ぶ。行動部もそれを参考にあなたたちを各部隊に割り振ります。今後しばらくあなたたちに割り当てられる任務の難易度や内容、活動範囲などは全て隊の担当分野によって決められます。はい。今日以上の未知と恐怖にも直面するでしょう。あなたたちにはより広い視野、より柔軟な思考、そして信頼できるパートナーを持つことが求められます。今日の任務についてはよくやったとしか言いようがないわね。ありがとうございます。ご苦労様。基地の照明が一斉につく。通知音があちこちで鳴り響き、この場にいるみんなが次々とハンター探査機を確認する。配属先を送付しました。明日の午前8時、配属部隊のもとに集合してください。はい、明日の配属先が決まりました。データ分析隊リーダーゼル、あなたも早く確認して。機動戦戦戦リーダー南。お、やっぱり南さんのところで働くんだ私は。直属の部隊、いいな。いいでしょう。ちょくちょく見に行ってもいい？私を？それとも南リーダーを？目は二つあるから、一つはあなたで、一つは南さん。じゃあダメ？この女、右と左の目で別のものを見れるっていうのか、とんでもねえな。さあ、そろそろ帰ろう。まずは一緒にご飯食べに行かない？行こう。今の臨空市は14年前にワンダラーに襲われた町とは到底思えない。あ、そうなんだよね。なんか10年前にすごい襲撃があったらしいんだよね。でその時にこの私もワンダラーに襲われて、なんかひどい目にあったみたい。
近場で簡単に食事を済ませた私と、近場で簡単に食事を済ませたの？なんだよ、食事のとこなんだかんだ楽しみにしてたのにな。そのまま広場近くの並木道で一日中張り詰めていた心をリラックスさせることに。ってことは、あなたが南リーダーに憧れてるのは彼女に助けられたことがあるからなの？へえ、そうなんですか。南さんは私を道端に連れて行ってくれて、もう大丈夫、家に帰りなさいって言ってくれたの。もう安心感マックスだったよ。思い出に浸ってうっとりしていた桃子はすぐ私に向き直り、珍しく真剣な顔をした。はい、何ですか。だから南リーダーの背中を追ってハンターになった私は、彼女みたいに強くなって彼女と肩を並べて立ちたいの。理想高いね。私ばっかり話しちゃった。あなたはどうしてハンターになったの？あ、これ私も知りたい。私はどうしてハンターになったんですか。あ、回想シーンです。記憶にある14年前のあの場面も騒がしい夕暮れ時だった。助けを呼ぶ人々の声はワンダラーの方向の中にあっけなく消えて、ボロボロになった町を逃げ惑う私は、背後から追いかけてくる怪物がどんな姿もわからなかった。痛みが背中を貫き、やばい、一個前のやつ、このスクロールしたら下読めるのに読むの忘れちゃった。これで遡れるよね。痛みが背中を貫き心臓を刺すまでは、嘘、私心臓までなんか刺さっちゃったの？やっば。まだ生きていられるなら私はもう追われる獲物になりたくない。危機を前にして逃げることしかできないような。その顔、さては遠い昔を思い出してるね。正解。すごい、占いだけじゃなくて兄さんも見れるんだ。いや、お前の顔が分かりやすいだけだろ。実践の後はさすがにしっかり寝なきゃね。私住んでる場所遠いから急いで帰らないと。あ、遠くから帰ってんだ、大変だね。じゃあ明日レイクで。また明日ね。はい、私も帰ろうと立ち上がった。そしてずっと斜め向かいの茂みに潜んでいた人影に目を向け、思わずため息をつく。え、何、ストーカー？僕何かよ。あ、ガキか。何もないなら私はもう行くよ。あの、さっきの話を聞いてたんだけど、お姉さんはお仕事中のハンターなの？あ、ハンターだけど仕事中じゃないよ。ハンターはとってもすごいんでしょ？どんな依頼もやり遂げるんだよね。まあ頑張るけどね。どうなんだろうね、私もね、なったばっかりだからまだあんまりわかんないんだ。どんなのもやり遂げられるかとかもまだわかんない。彼は得意げにポケットからキラキラ光るカードを取り出した。これが報酬だよ。超能ハンターの AR カードセットと限定版の月光ハンターをあげるから、ついてきて。あ、君が依頼してくれるのね。なるほどなるほど。で、この報酬になんかカードくれるんですね。この先だよ、お姉さん、あの赤い魚を取って。赤い魚？手伝ってあげるのはいいけど、絶対取れる保証はないよ。リーカ、勝負なのに全然するの？やべ、はい、ぽい、僕に雇われたって言わないでよ。逃げ足早いな。この魚は海から離れたら1週間しか生きられない。観光？ほら、逃げられてしまうよ。こうするんだ。店主は適当に仕入れたんだろうけど、この火のような赤、リモリアの伝説に出てくる塩ビ魚だ。ちょっとこのずっと空気中にいるのかわいそう。早く水入れてあげて。塩ビ魚、その伝説はよく知らないな。あ、そうだ、ワンダラーのせいで帽子島行きの船は出てないよ。行かない方がいい。なるほど、船のチケットが手に入らないわけだ。君のおかげで無駄な時間を使わずに済んだよ。あ、待って、この子、あなたと一緒なら少しは長生きできそう。え、男の子に頼まれて取ったんじゃないの？もし海が好きなら、リンクー市で一番綺麗な海、
白砂湾に。最後まで話聞いてよ。うん。あ、しまった。もしもし、エンさん、私です。エレベーターを出たところなんですけど、レイ先生まだいらっしゃいますよね。定期検査って書いてあったね、さっき。大丈夫ですよ。すべての定期検査はシステムに登録されていますから、レイ副統括が忘れるはずありません。あ、エンさんって看護師さんなんだ。レイと知り合ったのは、私がおばあちゃんに引き取られた後のことだ。その時私は8歳だった。家族同士が古い友人だったため、パーティーがあるたび私たちも一緒に食事をしていた。大人になく彼と再会したのは半年前、私の心臓に残っていたコアの破片の再検査をした時だ。コアってのが多分その悪者のワンダラーのあのなんか核心みたいなやつなんだよね。それが多分私の体の中に残っちゃってたのね。それを検査するために病院に行ったら、偶然まあ遠い親戚みたいなやつがいたと。お、まさか数十年ぶりに再会して、しかも彼が私の主治医になるとは思ってもみなかった。主治医なんですね。あなたとレイ副統括はお知り合いでしょ。電話はおつなぎしますから、要件はあなたから伝えた方がいいですよ。時間に正確だな。あと10秒でお前の予約は無効になる。今日の最終時間の予約取るの大変だったんだよ。もう少し待ってよ。急がなくていい。あと5秒。どっち？間に合ってよかったな。時間ちょうどに着くというのは、新たに覚醒したイボルか。このね、イボルっていうのは超能力のことなんだけどね。私が持ってる能力のことなんだけど。バカにしないで。昔から時間通りに着くことぐらいできます。カウントダウンしかやることがないなんて、あなた時限爆弾なんじゃないの。めちゃくちゃ言うやん。結果は眠れているか。まあまあ、試験が続いて何回か徹夜しちゃって。医者の忠告を聞き流すとは、今日もただ来ただけのようだな。ほら、座れ。え？聴診だ。ああ。心臓にコアの破片があっても健康体だって前の院長も言ってたよ。それにもう14年も経つんだし。静かに。呼吸をするなとは言っていないのだが。鼓動が早い。また何かあったのか。え、気のせいじゃない。分かった、認めるよ。緊張してるの。お医者さんを見ると自然に特殊なアレルギーだな。状態は不整脈、頻脈、心雑音、それに、それって不安があるのにハンターになったのか。笑えばいいよ、理由は知ってるはずじゃない。笑いたいのではない。偉大なお前に守られ、この街は安全だ。そうとも言えないよ。偉大なレイ先生が危険な目に遭った時は、私がハンターとして助けてあげる。歌詞を作りたいなら、職務中は頭をシャンとさせておけ。お前が搬送されてくる姿は見たくない。なんかすごい急にコテコテの恋愛ゲームになりすぎて、今あんまついていけてないんだけど。まあでも、いや楽しいよ。いや楽しいんだけど、なんかこの前まで戦ってたじゃん。なんか急にコテコテに、こんな近くで心臓の音聞かれちゃって緊張しちゃうみたいな感じになるとちょっとついていけないわ。慌ただしかった一日がようやく終わりそう。お、南さんからなんか来てるって。本当にハンターになったんだ。なったんだよね。
ね、私も全然ハンターになるつもりでこのゲーム開いたわけじゃないんだけど、先輩たちはどんなハンターなんだろう。マヒル誰頑張れるや。え、出ればいいのこれ。はい、もしもし兄さん、あ、兄ちゃんだった。頑張れるやじゃなかった、ごめんなさい。やっぱりまだ起きてたか。何してるんだ。さっき家に着いたばっかりです。今日はヘトヘトです。ハンター初日はうまくいかなかったのか。いや、めちゃくちゃうまくいったよね。あ、ちょっとトラブルがあった。悪くなかった。いや、悪くなかったよ。私、そっちはどうして今電話してきたの。飛行任務中じゃなかったっけ。飛行任務なんかそういうのやってんだ。まだパトロール中のはずだったんだが、今日は順調に行ったから早く終わったんだ。最近危険なことは何もない。よかった。トンネル内のエネルギーはすでに安定してて、ワンダラーに遭遇することもほとんどない。安心しろ。よかった。本当に兄さんが安心しろっていう時はいつもてんてんてん。ああ、そういうタイプの兄さんね。もうこんな時間だ。早く休んだ方がいい。おやすみ。はい、おやすみ。私が霊宮に入ることができて早い早い早い。え、怖っ。何、怖い、何今の。え、無理。え、このゲームって怖いゲームじゃないよね。え、怖いんだけど。絆アップ。いや、絆アップとかじゃなくて、さっきの目何。はい、というわけでちょっと次のショーが今表示されているんですが、まあ、ちょうど30分ぐらい撮ったので、で、あの新しくね、レイっていうキャラクターにも会えたの で今回は一旦ここでおしまいにしたいと思います。それでは皆さん、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。わたあめれいなでした。バイバーイ。